中津駅は大阪府大阪市北区中津一丁目にある大阪市高速電気軌道未動み道筋線の駅である。駅番号は M15。阪急電鉄の中津駅とは約300メートル離れているため乗り換えの案内はない。同線に乗り換える場合は梅田駅か西中島南方駅を利用することになる。なお過去には阪神電気鉄道北大阪線も付近を通り、 同線にも中津駅があったが、廃止され現存しない。車内放送を含め、発音の際は、中津と、京阪式アクセントを用いる。中津駅のように、中津ではない。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。構想当初は、天王寺駅と同じように二面三線のホーム計画であった。ホームの福音は7メートルで重量編成に、対応しており、地里と中央寄りに、 Y 字型の折り返し線がある。改札口は新大阪寄りに北北改札及び北南改札が梅田寄りに南改札が設けられている。昇降設備はホームから改札へは北南改札内にエレベーターがあり、南改札内に上りエスカレーターがある。改札から地上へは2番と5番で入り口にエレベーターがあり、4番で入り口に上り、下りエスカレーターがある。 トイレは北北改札外横に女性用、北南改札内に男性用となっており、オストメイトに対応した多機能トイレがある。南改札外にもトイレがある。2020年11月10日の1日、上降人員は37,235人である。大阪市ティバス地下鉄中津停留所、ありがとうございます。